ラッセラーラッセラー、やーやーどー、やってまーれやってまーれ。今回も見に来てくれた方ありがとうございます。今日第3回目、ねぶた祭りのお話でしたね。東京ではなんかお祭りってまあ嬉しいことだし楽しみなことだったんですけど、まあ、本当にあの地域の、友達とかと会うためのお祭りぐらいな感じ、おみこしが通ろうが、まあ、おみこし以外も通るものもなかったし、おみこしすら通らないお祭りの方がたくさんあるわけで、青森の楽しみ方じゃなかったですね。これだよ、これお祭りって。今までね、あの地元であったお祭りはね、お祭りじゃないね。なんかもっとすごくいい言葉があったら嬉しい。小祭りみたいなね。各市町村の中で、ね、独自のお祭りもあるし、その中でやっぱ自分の地域のお祭りが一番だっていう熱もね、やっぱいろんな地域行くとすごく感じるんですよね。まあ今回一番最初に青森のお祭りを感じたのが、ね、ありましたよ。パン祭りとかね、いろいろありましたけども。吉本興業のプロジェクトの一環でもう決まってたんですよ。で、そのゴールが、ねぶたをお手伝いして、ね、ねぶた作りをお手伝いして、で、お囃子もしっかりやって、で、同期の渡辺直美、直美ちゃんね、直美ちゃんが青森に来て、一緒にこう、出汁を引くっていう、ちょっと盛り上げましょうみたいなことで、ワンセットだったんですよ。ごめんね、ほんと1回目2回目見た人分かると思いますけどね、あのお笑いをしに来たんだよって、ほんとごめんなさいね、ほんとにもうしつこいようだけど、ほんとね、それがもうね、体にというか、ね、頭の中に、いや体にもだな、ほんとにね、もう染みついちゃってて、お笑い以外のお仕事来るとなんか勝手にこう、なんて言うんだろうな、すごい抵抗する感じがあって、もう柳屋さんっていうね、あのねぶた師の方だったら、もうその方もね、あのほんと結果優しい方でね、なんか俺もやっぱり乗り気じゃないのに、ちょっとラッセランドっていうね、あのねぶた小屋が、ねぶたを作る専用の小屋ができるんですけど、そこに行ってね、その中まあ暑いのにね、本当にもう休みたくてね、それも嘘ついて休みたかった日もありましたよ。ねぶた作りに関しては行ったかな。それでもやっぱね、あの2時間ぐらいで終わらせてもらって、ちょっとすいません、この後ちょっとあるんでとか言って、何もないのに、何もないね、これダメですいませんとか言って言いながら、でもね、最初、それ最初の頃だったかな、うん、その中でね、紙張りとかね、いろいろしていく中で、ねぶた師のね、柳屋さんという方とね、あとそれこそお手伝いしてくれてる皆さんとお話しする機会があって、そこでね、やっぱね、ものを作っていらっしゃるねぶたをね、まあ、作ってらっしゃるねぶた師さんは、私もなんか一応そのほら、全然そんな立派なもんじゃないですけど、お笑いネタを作ったりとかする部分で、なんかこう リスペクトする部分がすごくたくさんあって、その人は人すごく好きになったんですよ。あ、なんかまともにこう地域の方とおしゃべりしたのなんか初めてだなぐらいの勢いで、そんな中でもすごく優しさを感じて、なんか大変だよねとか、どうしてるの生活とか、うん、なんか将来はまた東京とかに帰ってね、活躍するんでしょとかっていろいろ言ってくれたりとか、なんかすごい普段は作ってる時は寡黙なんですけど、休憩の時とかちゃんとお話しするね、機会っていうか時間があったりとかしたら、すごく優しくしてくれて、あ、なんかすごく余裕のある方だ、まあ、余裕あるっていうか余裕ないんだよ見てても、だってすっごい真剣にこう集中してねぶた制作されてると思うんで、ね、なんだったらむしろ我々が邪魔なぐらいでの時だったんで、もうちょっと心折れかけてるところで、なんか地域の人の優しさに触れたし、あ、お祭りってこんな準備大変なんだみたいなことも感じながら、お囃子ですよ、お囃子もね、なんかわかんないけど、なんかあの当時何なんだろう、そのお笑いしに来たんだよっていうのもすごくあったから、なんか地域の人たち仲良くするっていうことが、なんか俺の頭の中でなんかこう NG な気がしてて、うん、あの仲良くなりに来たわけじゃないし、みんなでのコミュニティを作ってそこでワイワイやってたらなんか甘えそうな気がして、っていうのが正直なんですよ。楽しいコミュニティだったら
なんか自分のやるべきことを忘れちゃいそうな気がして、もうこれって自分のせいなんだけど、当時はそう思ってたんですよ。なので人ともあんまりこう接しないように、お囃子の方たちとかもすごく優しくて、なんかそういうことですね、生活の心配もしてくれたりとか、あと当時ユーストリームっていうね、あの動画配信、今でこそこうやって動画配信主流になってますけど、まだまだ僕が10年前ぐらいは全然まだ本当に動画配信するのって珍しいことで、じゃ毎日やんなきゃいけなかったんですけど、それがね、あの1日1回1000円もらえる我々のお給料なんですけど、9時から始まってたんで、練習終わった後にね、それこそ太鼓はやっぱそう、なんか叩くのは本当なんかわかんないけど、まあ、申し訳ないと思ったし、叩けないと思ったんで、僕はあの鐘でも、鐘もね、そんな簡単にできるもんでもないので、本当に必死に食らいついて練習させてもらって、なんとか出させてもらいましたけど、もともと野崎さんね、相方のやっぱりオカリナ吹いてたんで、笛もすぐでしたね、やっぱうまかったですよ。豚祭りの初日は見る方だったんですよ。感動しましたね、本当に。新町で、青森市の新町通りにねぶたの出汁がドンドンドンって展示されるんですよ。あれ今やってんのかな、やってなかったっけ、僕が行った年はね、やってたんですよ。で、歩行者天国みたいな、それこそ車に動いてはないですけど、光ったねぶたの出汁って、うわーって、やーべーって初めてね、感動して。で、自分の貼ったところ探してみたいと、あーそこあったんだみたいな。で、それ見ながらね、そのねぶた師の方が、えいちゃん、予約できたよみたいな話になってね、なんかしみじみ、あーなんかものづくりのしっかりこう作った後とか達成感みたいなことってね、なんかまたちょっと自分がやってたこととは違った感覚だなっていうので、すごく柳屋さんって感謝して、うん、次の年ぐらいから、まあ自分からちょっと様子見に行ったりとか、ちょっと手伝わせてくださいって言った時もあったな。うん、なんかあの時もらったものがすごく今でも大事に残ってますよ、本当に。多分今も残れてると思うんですよね。だからあのね、今ねぶたも本当めっきりもう見る方だったんですけど、自分がそのやらせてもらってたお囃子の団体の今年も通った時に、わーなんて知り合いの方がいて、わー何々さんとか言って言ったら、もう本当に中に連れ込まれようとして、そう、もう何やってんだよ、見てるんじゃない、ほらこっちだよこっち、ほら吹かないと、鐘鳴らさないとみたいなので、ね、連れて行かれそうになりました本当に。うん、いやいやちょっとみたいなね、あれもやっぱほら神聖なって俺は勝手に思ってるから、やっぱあの人は本当に1年ね、ねぶた祭りにかけて練習してるわけだから、なんかそんなおふざけで簡単にバッと入れるようなもんじゃないっていうのもなんとなく自分で分かってるから、いやいやそれもうどうぞどうぞってもう聞かせてくださいみたいな。で、当日だって直美ちゃん来てね、一緒にやってわーって盛り上がったということです。私も青森県民になりましたので、うん、しっかりと守っていきたいなというふうに思っております。本当に今はすごく大好きお祭り、もうでですね、11月の26日、日曜日午後の、4時からですね、青森市にありますねぶたの家わらせ、ねぶたの話かね、ねぶたの家わらせで、私あのトークライブをやらせてもらいます。11月の22日が私誕生日でして、その4日後にやりますので、なんかこうお誕生日おめでとうなんて言いに来て、もらえたら嬉しいなっていうふうに思っております。なんか自分の誕生日の、ことなんで、写真をねこうちょっと出して、今まで多分見せたことないですし、爆弾発言もちょっとあると思うんです。皆さんが初めて知るようなこと、これもライブでしか言わないようにするので、伝説のフリップネタっていうのもあるんでね、僕はい、ぜひ来てほしいなというふうに思います。で、チケットの買い方がなかなか分かんないよっていうね、あのコンビの時のライブから、ライブの時もそうだったんですけど、ライブポケットって調べると、でそこで戦火は映像って入れていただく、出てくると思うんですけど、それもなかなかちょっと難しいよっていう方はですね、あの私、X とか Instagram とか Facebook とかやってますんで、そちらの方でちょっと行きたいんだけどって言ってくれると、あの当日取り置きでできますので、取っておきますチケット、その時名前と言ってもらいましたら、枚数とね、そういう風にしますんで、ぜひ来てください。保護猫グッズとかね、あのサイン会とか、私もちょっとね、あの時間がありそうなので、そこも、皆さん対面でいろいろとお話ししながらサインもできると思いますので、ぜひ、それだけでもいいので来てほしいなというふうに思っております。ぜひお越しください。